クラシック TV、羽生結弦さんと清塚信也さん二人の関係は、初共演はいつだったの羽生結弦さんがクラシック TV に登場。深い話が聞けました。大満足、羽生さんと清塚信也さんがフィギュアスケートと音楽の真意ところまで語り合い、とっても新鮮で感動の内容でした。これからその感動や感想などもこの記事にてお伝えしていきたいと思います。まずは二人の出会いからお伝えしていきたいと思います。 羽生結弦さんといえば、オリンピックで2大会連続金メダルを獲得し、今はプロのフィギュアスケーターとして大活躍中ですね。羽生結弦さんと清塚信也さんの出会いはいつだったの二人が出会ったのは2018年に行われたアイスショー、ファンタジーオンナイスなんですって、清塚信也さんのピアノ、春よ、恋に合わせて、羽生結弦さんが演技をしました。それはとっても思い出深く、二人の記憶に刻み込まれているのです。 2018年に行われたアイスショー、ファンタジーオンナイス YouTube 動画、素敵な動画がアップされていました。清塚信也さんが、ピアノを弾いていらっしゃるお姿も映っております。2018年アイスショー、春よ、恋を見ながら弾む、会話、クラシック TV では、アイスショーの映像を見ながら、話が弾んでいました。羽生結弦さんが、清塚さんに、弾き方、違いますねと言うと、違う、全然違うねと、清塚さん、 そして、羽生さんも、僕も滑り方が今と全然違うって、そんな感想を二人で述べ合っていました。とっても微笑ましい雰囲気でしたよ。さすが、羽生譲さん、清塚信也さんの、ピアノの弾き方の変化まで感じ取ることが瞬時にできるんですね。聞きどころが違うんですよね。ピアノの音色などの細かいところを聞き分けることができる感性がある方ですね。本番の直前に、初めて合わせたって、本当、清塚さんは、これ、だって本番の直前に初めて合わせたもんねって、 羽生さんに向かって言うと、羽生さんも、そうですねって、初めて合わせたというのですから、本当に驚きますね。鈴木愛理さんがとっても驚かれていました。どうして初めて合わせただけで、二人はできてしまうんでしょうか。これは、お互いがお互いのことを知り尽くしているからだと思うんです。清塚さんは、編曲している時に、羽にさんが滑っている姿が目に浮かんでいるんです。それを受け取る羽生さんも、その曲を聴いて、清塚さんが表現しているその音を表現していく。 そういったことが自然にできてしまうんですね。そのことについてもクラシック TV を見て深く感じることができましたし、納得、合点できました。清塚信也さんは羽生結弦さんのことをどう思っているの清塚信也さんは羽生さんのことを人間として見れないよね。なんかもう人間超えたもの、人間じゃないよねと。 鈴木愛理さんは手を広げた時に花びらが手からふわって舞うみたいな衣装のひらひら全部花びらになんか見えてくるっていうという素敵なコメントをされましたよ。ファンタジーオナイス YouTube 動画を見てみると本当にその通りなんですよね。羽生結弦さんがプロになられたことで今後このようなステージをたくさん見ることができるということでと思うと楽しみが増えますね。鈴木愛理さんもとっても感性豊かな方ですね。 羽生結弦ゆずるさんが、清塚さんにアレンジをお願いしようと思ったきっかけは、もともと、清塚さんは、メドレーの中の一つとして、春よ、恋を1分くらいで弾いていたのです。羽生さんは、その1分しかない曲を、清塚さんに、この曲すごい素晴らしいんで、3分くらいにしてもらえますかって、お願いしたそうなのです。清塚さんの演奏じゃないと、これは作れないんだろうなっていうのを、すごく感じたそうですよ。 羽生さんにとって、清塚信也さんと出会ったことは、これからの人生においても大きな支えになっていくんだなって思いました。年齢差はあれども、お互いリスペクトしている関係ですものね。羽生結弦さんと清塚信也さんが編曲について語る。ご存知の通り、競技としてのフィギュアスケートは演技時間が決まっています。ショートプログラムでは2分40秒プラス10秒ですので、長いクラシックの曲でもその時間で演技をするのであります。 クラシック TV の中で、清塚さんは、下記のように話されました。尺の都合で、本当に、パズルゲームのように、後ろに持ってきて繋げました。っていうことが、必ずしも音楽として、うまくいっているかどうかっていうのは難しい問題で、そこに、羽生さんがすごく目をつけたというか。 その後に、羽生さんが続けて書きのように話されました。音楽をぶった切って、フィギュアスケートのために作りました。じゃなくて、ちゃんと音楽があって、フィギュアスケートがあって、スケーターがいて、それを見た時に、ちゃんと物語として、作品として、成立しているよね。っていうのが一番いいですよね。そして、羽生さんは、さらに続けて、僕、クラシック TV めちゃくちゃファンなんで、ずっと見ているんですけど、 ここ切ってるって多分作曲家の方が見たらそう言われるんだろうなとかって思いながらそうですよね私は作曲家ではないけれどもここ切ってるって思った一人ですからでも否定的には思っていないんです競技に使用する音楽ってどこを切り取ったら自分が表現したいことを伝えることができるのかということですからそういった音楽の構成と滑りを観客として十二分に楽しみたいですものね 今回、このようなお話が聞けたことで、少し干渉する視点が広がり楽しみ方が増えたように思いました。羽生結弦さんは、清塚さんの編曲を聞いて、すぐにどういう演技をイメージしているか、瞬時に分かってしまうと話されていたのですよ。そんなお二人ですから、これからも素敵な作品を発表してくださるのではないでしょうか。とっても期待しているんです。最後までお付き合いくださいまして、ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。